どうも皆さんこんにちは、ドリックです。今日の動画はこちらです。 Despicable Me 2怪盗グルーのミニオン危機一髪の DVD ギフトセットの開封動画です。あとこの2つのミニオンをレビューしたいと思います。父が買ってきましたね。値段は23ドル98セントですね。日本円で2000円ぐらいですね。この2つミニオンが入ってますね。で、ブルーレイディスクの DVD がありますね。はい、いいパッケージングになってますね。後ろはまあこういう感じですね。このミニオンがね、可愛いですね。はい、ミニオン大好きです。あと怪盗グルーもね、キャラクター大好きですね。それでは開けてみましょう。DVD 撮れましたね。じゃあそれではミニオンを開けたいと思います。はい、ミニオン開けました。なんか柔らかいですね。スクッシーみたいですね。スクッシートイみたいな。デザインもいいですね。まず最初はこっちからですね。これ多分デイブだと思うんですよ。デイブっていう名前がいるんですよね。デイブが一番好きですね、映画の中で。お尻触ってますね。で、こっちが、なんだっけ、ケビンとかなんか、スチュワートとかそういう名前なんですよね。なんかいろんな名前があって、俺デイブしか知らないのでね。ポケット突っ込んでますね。いいキャラクターですね。リスクを開けていいと思います。トーキングアクションフィギュアですね。ミニオンデイブ、スチュワート。あ、スチュワートですね。スチュワートの名前。そしてグルー。ティム、そしてファートブラスター、オナラブラスターですね。ブルーレイと DVD が入ってます。あとでこの映画見てきます。怪盗グルーのミニオン危機一髪、開封動画とミニオンのフィギュアレビューでした。